すぐそこに姫が。もう手が届く。手が。これはちょっと無理だ。君たちどうする？ユキ、それじゃあダメよ。いくらやっても届くわけないでしょ。でも安心して。なぜ船の真下に来たか教えてあげる。空に浮いている大きな建物がある場合、私たちがすることはただ一つよ。へえ、コンパ流の忍術か何か。いいね、やってみせてよ。確か船のちょうど真ん中の下にある人一人分くらいの範囲を探すの。この辺かしらね。そして立って待つ。それだけよ。すごい、簡単そう。私も行くね。何これ、納得いかない。
揃ったわね。それじゃあ行きましょう。行くってどこへ？攻撃を止める姫を探す。偉そうな人がいる場所、司令室かな。もうそこでいいよ、行こう。どうせ考えたってわかんないでしょ。そうね、考えたとしてもどうせ道なりに進めばボスがいると思うし、司令室を目指しましょう。私についてきなさい。そんなものだといいわね。なんだか広いところに出たね。どっちかな。あ、待っていたでござる。おいてめえ、ふざけた手を使い散々バカにしておいて、よくもノコノコと現れやがったな。拙者、バカになどしてないでござる。たとえ敵であっても女性をバカにするようなことはないでござるよ。誤解でござるよ。確かに弱点が何かってだけでバカにはしていませんでしたもんね。ブランの単なる被害妄想ではありますが、これはもう諦めた方がよろしいですわよ。あなたさっきやられたばかりよね。それに最後は逃げ出すし、何をしに来たのよ。あれを取り戻しに来たでござる。拙者、一時の気の迷いでとんでもないことをしたと後悔し、深く反省したでござる。さあ、早く返すでござる。あれって、私たち何ももらってなければ取ってもないわよ。ハレンチ合衆でござる。拙者のようなものがあんなハレンチな合衆を持っているのは意外かもしれんが、あれは大切なもの、返すでござる。
そんな全然気にしなくていいよ。ああいうのを持ち歩くのは普通のことだって。ま、人それぞれだし、別にとやかく言うことでもないわ。気にする必要なんてないんじゃないかしら。まあ、イメージ通りといえばそうかもしれないわね。くぅ、そう思われていたでござるか。拙者もう終わりでござる。そこまで落ち込むなんて、なんか悪かったわね。もう遅いでござるよ。さあ、あれを返すでござる。そうすれば拙者はおとなしく去るでござる。あのステマックス、怒らないでほしいのだけど、画集なら燃やしちゃったわ。それはもう気持ちいいぐらい綺麗に燃えてたわ。なんと拙者がアフィモージャス様より回収を命じられた大切な画集を。ごちゃごちゃうるせえな。お前がばらまいたんだろ。逆切れでござるか。これだから現実の女子は。ならば拙者もこれより修羅となろう。たとえこの命燃え尽きようとも、画集の仇討ちでござる。そんな、さっきまでとは別人のような気迫。あの画集、そこまで大事なものだったというの？だったら投げなきゃ。もう納得いかないわね。忍者ステマックス参るでござる。この刀ならば。するものもなくなっちゃったんだし、しなくてもいいわよ。そうでござった。アフィモージャス様、申し訳ないでござる。忠義だけは忍びとして見習うところがあったよ。そこだけは忘れない。
やるじゃない。激しく燃える火のごとし。よくぞここまで来れたものだ。わしこそスチームレギオンの宣伝。ノバジェネシスを止めなさい。姫を返せ。貴様がヨウゲイマだな。うるさいうるさいうるさい。だいたいわしのどこがヨウゲイマに見えるんじゃ。わしは元豪将、今はスチームレギオンの宣伝隊長兼金庫マン、アフィモージャス。紛らわしい、今しめろ。残念だが司法の捜査方法は知らん。要は出かけている。姫など見たこともない。貴様らはおびき出されたのだ。姫はいない。なら四つ葉太夫が連れたままか。捜査方法なんてわからなくてもここで司法は止められるはず。まずはそれだけでも。わしが許すと思うか。いでよ我が忠義の忍者ステマックス。ステマックスならさっき途中で会って倒したわよ。そういえばあなたに謝ってたわね。おのれステマックスが。わしとステマックスは火よりも熱く、鋼よりも硬い。ハレンチ合衆でつながった同志だったのじゃ。それを。それはどんなつながりだ。興味深い。許さんぞ。貴様らはここで終わりだ。たとえこの命燃え尽きようとも、ステマックスの仇討ちじゃ。我が波動の前に平伏するがよい。
そこ、そこ、やっ、せ、ふっ、そこ、てな、え、動かないよ、やっ、そこ、てな、え、無駄よ、火のごとく撃滅。まずいわ。せい、ふっ、たん、かわせるかしら。ノアール、かわるわ。はっ、やめ、はっ、えい、てい、そこね、さっきが。少しまずいわね。私はこれ式のことで膝をつくわけにはいかないんじゃ。貴様らを倒すことがステマックスへの報い。その心意気は買うが、膝がガクガクだぞ。
これ以上は無駄だ。こちらも時間がない。ノバジェネシスの止め方を教えろ。本当は知っているんだろう。言えば見逃すと誓おう。見逃すだぞ。確かにわしには勝ち目はない。だが断る。ステマックスの命を奪った者の言うことなど聞かん。アフィモージャス様、拙者は死んでいないでござる。おお、ステマックス生きておったか。さすがわしの忠義の忍者。拙者、誓いを果たさぬまま死ねぬでござるよ。世界中のハレンチ合衆を集め、ハレンチ合衆に埋もれて過ごす誓いを。ステマックス。何よこの茶番。あなたたち、いいから早く砲撃を止めなさい。ふん、それならもう止まっておるではないか。貴様らが侵入した時点でな。あ、どういうことだ。エネルギーを四方に止め、そう見せていただけ。王の指示だ。貴様らはおびき出されたと言ったであろう。わしの役目はここで貴様らの相手をし、足止めと時間稼ぎをすること。最初から適当に時間を稼いだら逃げるつもりだった。その割には本気出してたよな。戦ったんだ、わかるぞ。それはステマックスがやられたと聞き、頭に血が昇ってしまったのじゃ。アフィモージャス様。スチームレギオンの真の狙いはシェアエネルギー。まだ集めている途中だとしたら答えは一つです。ええ、間違いないでしょう。狙いは鳩の国のシェアクリスタルです。大変、女神四人のみんながここにいたら鳩の国が落とされちゃう。ええ、イースンやみんなが心配よ。急いで戻りましょう。アフィモージャス、要はそこにいるんだな。知らんと言いたいところだが、シェアクリスタルを狙っているのならいるはず。今までもそれだけはヨウとテツコで言っていた。そうか、ならば行くまで。こっちの質問にも答えて。姫はどこ。ヨウツボ太夫の居場所を教えなさい。そちらは本当に知らん。わしと同時期にスチームレギオンに加わった者がいたはずだが、最近見ておらんな。ヨウツボ太夫はスチームレギオンに戻ってない。単独行動で決まりだ。それならもうここに用はないけど、どこに。おい、また嘘じゃないだろうな。なんでそんなペラペラ話してんだ。わしは最初から嘘などついておらん。金を稼ぐための手段は選ばんが、嘘はつかん。それが豪商アフィモージャスじゃ。これ以上スチームレギオンと組んでも割に合わぬ。要はわしらの子供を捨て駒程度にしか思っておらん。十分稼がしてもらったし、潮時だ。わしらはスチームレギオンから離脱する。もう貴様らの前には立ちはだかることはない。ステマックスの命を奪わなかったことを感謝する。さらば。それでこそ我が主君。拙者
一生ついていくでござる。嘘ではなさそうですわね。理にかなっているようにも思いましたわ。みんなすぐに戻りましょう。イーソン、大丈夫よね。やはり来ましたか。それも私の想像以上に早かったようですね。はっ、女神四人がいなければこんなものか。徹子の策は見事にはまったようだな。そうでもないようです。私たちがここに来ることは分かっていたのでしょう。あえて通告することでスチームノバに皆さんを向かわせ、その間に鳩の国を攻める可能性としては十分考えられることです。 Exactly, you are correct. ミーは全面戦争でもよかったのだが、テツコが反対していてね。ハニバ四人や他の忍者がいる鳩の国相手ではこちらも損耗は避けられません。それでは意味がありません。ですので、たとえ分かっていても回避できない手を使わせていただきました。あなた方の真の目的は何です？シェアエネルギーを集めて何を企んでいるのですか？どうする、テツコ、答える必要などないわ。イストワールさんであればいずれ答えにたどり着くでしょう。ならば構わないか。この世界は群雄割拠とは名ばかり。鳩の国とマーベ国という二大国で体制を決している。その二大国も慣れ合いのような戦ばかり。この世界のシェアはほぼ停滞している。はい、停滞でも劇的な変化でもなく、緩やかな変化こそが平和というものです。もし各国が本気で戦い合えば崩壊を早めるだけです。ビッグブレイン、この大名はミーたちより優秀なのではないか？そうかもしれません。ですがそれでは私たちの入り込む隙がありません。そこで超忍者対戦を仕掛けました。それによりスチームレギオンに人を、忍者を集め、シェアを集めたのです。この次元の人々に一つの勢力と認められるために、私たちではこの次元のシェアエネルギーをうまく扱えません。この次元で勢力と認められなければ。あなた方は別次元からの侵略者だったのですね。私たちを信奉し忠義を示す者がいる今、一つの勢力としてシェアエネルギーを制御することが可能となりました。それは偽りの信仰でしかありません。あなた方をこの世界の人々が認めるわけがありません。いいえ、真の群雄割拠を求める者、より良い待遇を求める者、不甲斐ない主君に失望する者、この世界には様々な考えの人たちがいます。彼らがスチームレギオンに鞍替えしている事実こそが、私たちが勢力として認められていることの証拠です。この世界のシェアエネルギーをわざわざ別の次元へ持ち帰るつもりですか？その答えはノーだ。ゲーム人界に伝わる伝承を知っているな。かつて一人の忍者と一人の巫女が力を合わせ、ゲーム人界を滅ぼさんとする悪鬼を打ち倒したという。その悪鬼は正確には死んでおらず、今も供物平坂という場所に封印され眠っているらしい。あなたたちは一体どうやってそんなことまで調べたのですか？私ですら知らないようなことを。私がこの次元の歴史を調べました。一日あれば十分でした。一日あれば十分って、私なら3日はかかるのに。調査能力では徹子の方が上か。
鉄子は優秀だな。あなたたちの目的はまさか。もうお分かりですね。悪鬼を蘇らせる鍵はこの世界各国にある大量のシアエネルギーです。ミーたちはそれを使い悪鬼を蘇らせる。そんなものを持ち出してまでこの世界を滅ぼす気ですか？いいえ、安心してください。この次元に解き放ったりはしません。それを約束するのと引き換えに今後は邪魔をするのをやめていただけますか？それはできません。この国を守る立場の私がそんな言葉を簡単に信じることはできません。仕方ありませんね。こちらがすでに強引な手段を取っている以上信じられないのも無理はありません。ロングスピーチは無駄だったな。まあいい、この国のシェアエネルギーを手に入れればミッションクリアだ。皆さん